ね、何人かのペアを育てて、とても素晴らしい先生です。そうですね。さあ今度はソビエトの期待の若手が出てきます。ベロニカ・ペルシナ、アラト・アクバロフ、14歳と20歳のこれまた若手のペア。またなんかお人形さんが氷の上に乗ってきたみたいで。本当ですね。79年の世界ジュニアで1位になっております。またすごいリフトですね、オープニングから。ダブルアクセル決まりました。スローダブルアクセル、これも綺麗ですね。スローパートを長く取っていますね。はい、それだけ表現力にも相当コーチのジュークさんは自信があるんでしょう。スケーティングはすごく滑らかなんですよね。
今年のヨーロッパイヤース選手権の時は、この人たちは5位だったわけですけれども、実は今年のヨーロッパフィギュアは6組しかペアが出なくて、史上最低の大会と言われたわけですが、ちょっとペアの将来というのを心配する声も聞かれたようですね。まあ、6組って言ってもね、本当にもうあっという間に終わっちゃったんじゃないかしら、多分。ですからこういう若手の人たちが本当に順調に伸びてほしいって、そんな感じがしますね。